あ、やべえ、処刑場行くときよりなんか真剣に怖え。変な緊張感がある。なあ、すげえ緊張感ある。なんやろ、俺ら。な、何この今日の緊張って何。俺なんやろ、初めて感じる緊張感。なんでしょうな。俺もこの緊張感感じてるって言ってよくないこと確定なんだよな。俺は二人揃って首絞められるパターン。いや、俺は君が締め付けられた俺の写真を撮る。イモムシがもう邪魔。ワイパーやるとも言えしな。それ誰やねん。そう、だからワイパーやるとも言えない。もったい、なんでその時にカメラ変える。いや、バッテリーないからどの道、あの寿命的にあれだった。ことないぞ。あチャーリー、鼻から牛乳。マジか、売り棒見て終わったぞ。ちょっと待った、どうやって俺変えやんや。なんだよ、行き止まりになっとったやん。これで終わり。はい、皆さんすいません、行き止まりになってました。いや、もう絶対違う、これクーラーの寒さじゃない。俺、うん、わかるよ。だって俺がその一緒にその進んでた時、うん、何かおかしいって思ってんだから。何か違うよね。うん、何やろな、今まで来た朝鮮トンネルと違う。なんか誰か荒らしてったな、多分これ。重いな、これ。車が来た。あら、まあ。なんで？通行止めだよって言わなくていいかな。知らん。警察？なんで？通行止めだよ。いいの？知らん。多分行くんだろうな。あの、さっき入り口あたりで止まってた車。違う、あれは軽やった。でもないの。でもあれ何？傷だらけで行くの？かわいそう。でも一人でしかいなかったぞ、確か。バチ勇気あるやん。行けたら多分俺らと鉢合わせしてるな。じゃん、よかったね、運が良かったね。はい、どうもこんにちは。はい、こんばんは。じいちゃんはんのかっちゃんです。ぬいです。今日はいろいろあって。いろいろあってじゃない、この子ですよ、この子。てててーてててー、新しいカメラ買いました。新しいカメラを買ったんですね。ナイトビジョンのやつです。そう、ナイトビジョンを使ってみようと思って、今日はテストを兼ねて。画面が緑くなるやつ。そうです、わからない人向けに言うと。そう、本来は白黒のやつが、赤外線で白黒のやつもあるんだけど、これは緑の方なんです。お高い方なんですよ。お高いのかな。で、これのその試運転っていうか、まあ性能をチェックするために、そう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 、近場の心霊スポットで試そう。近場でもねえな。やっぱしライトつけんと無理だな。そうですね、このライト必要不可避ですね。さあ、あれ、このライト使ったら普通にナイトショット意味ないのでは。誤差なんだよな。あ、でも普通の電気だと見えるやん。
うん、普通に電気の明るさがあれば、うん、暗いとこは近場じゃないとダメだな。なるほど、ね、YouTuber のカメラの使い方の意味が分かってきた。あ、だからこの風にしてんねんな。これであれなんだな、みんなナイトショット使わんのかな、うん、てか要は自分の顔写すような感じにしてるじゃないですか、うん、意味が分かった。